ムッダイティーブー県はスリランカ北部州に属する県。県とはムッダイティーブー。現在のムッダイティーブー県の領域は13世紀から植民地時代まで北部のジャフナ王国の支配下に置かれていた。ジャフナ王国の滅亡後、この地は時代とともにポルトガル、オランダ、そしてイギリスの支配下に入った。1815年、イギリスは 正論党の支配を確立すると、全党を、低地新原、高知新原、タミルの3つの民族を基準とする行政区域に分割した。この当時無大 TV 県の領域はワンニ県に含まれており、ワンニ県はタミル行政区域の一部とされた。1833年、コールブルーク・キャメロン委員会の提言により、民族別の行政区域は廃止され、 新たに5つの地形に基づいた州が設立された。ワンニ県は、ジャフナ県、マンナール県とともに、北部州を構成する県の一つとなった。ワンニ県は後に、ムッダイティーブー県、ついで現在のバブニア県へと改名された。同県の領域には18世紀、ジャフナ半島のある地にアラベディ、デューピディ、ナバリーから入植が行われた。 1948年のスリランカ独立後も、北部州の行政区画は引き継がれたが、1978年9月に、バブニア県の北部を中心に、ジャフナ県、マンナール県、さらに東部州のトリンコマリー県の一部が分離され、現在のムッダイティブーブ県が誕生した。スリランカ内戦中、ムッダイティブーブ県は長期にわたり、反政府組織タミルイーラム解放の虎の支配下に、 入っていた。政府がその支配を回復したのは、スリランカ軍が奪還を果たした2009年初頭のことである。ムッダイティブー県は、スリランカ最北の北部州のインド洋に面した北東海岸沿いに位置している。面積は2617平方キロメートルで、県域は北で、キリノッチ県、南西で、マンナール県、南で、バブニア県、南東で、 東部州のトリンコマリー県と接する。県庁所在地であるムッダイ・ティーブは県の東側のインド洋に面した沿岸部に位置している。ムッダイ・ティーブ県は6つの軍から構成されている。軍はさらに136の GN 地区から構成されている。2012年時点のムッダイ・ティーブ県の人口は9万1947人。人口の大半はスリランカ・タミルから構成される。 ム無大 t ブー県の人口動態は北部州の他県や東部州と同じように2009年まで続いた内戦により大きな影響を受けている。この内戦における死者は10万人に上ると推定されており、また内戦期間を通じて数十万から百万とも言われるタミル人が西側諸国などへ移住した。それ以外でも多くのタミル人が 比較的安全なコロンボへと移住している。さらに県内にいたスリランカムーアやシンハラ人といったタミル人以外の民族グループの多くがタミルイーラム解放の虎により他の地域へと追放された。内戦の終結後はこうした避難民の多くが帰還している。ありがとうございます。